チャオ、あっちゃんです。今日11月の15日かな ?14 かな ?14 やな。14日、火曜日です。あっちゃんのお昼ご飯。昨日のね、おとといの、芋炊きの鍋を昨日リメイクして、うどんにしてヒカルと食べてんけど、そのうどんちょっと残ってて、昨日作りすぎて残ってて、それで何か作りたいと思います。もったいないでね。はい、うどんの残り。もう汁も吸ってしまうて洗えないんだけど、これをちょっとね、もううどんにやるんだったら潰します。で、この中に、つなぎ。うどんはもう粉やからね。粉を、できるだけ使いたくない。でも、固まらないでしょう。で、卵1個入れます。水も使わない。うどんにちょっとね、水気があるんで。で、固まらへんから多分、つなぎで。お好み焼きの粉。ちょっと入れましょう。めっちゃ粉があると思うけどね。たこ焼きの粉やんけ。この身の粉をちょっとだけ入れます。キャベツ欲しいな。やっぱキャベツ入れよう。キャベツちょっと入れて混ぜていきます。めちゃくちゃ量が多いかもわからん。で、豚肉がないのよ。解凍してないんよ。だからね、何か考えます。じゃ焼いていきましょう。油引いて、では焼いていきましょう。あんまりこう普通のゴリゴリしたらよろしくないね。タンパク源じゃないから、タンパク源。ちょっと量多いかな。
一回熱入ってるうどんやからね、結構ラッキー。お餅出た美味しいよな、これ。美味しいのかったな。もうちょっとこの絵でもよかったかな。汁気が多いから焦げるのかな。もうちょっと煮てやろうか。はい、なんとか形にはなりましたという感じで、ちょっとやっこいめにもね、うどんやから大丈夫。ちょっとまとめて、いい感じ。ここにね、乗せて、クリーンバル。さっと熱で多分チーズ OK やからね。はい、完成です。
そう。こんな感じ。では食べたいと思います。チャワ。そうっすね、そうっす。この見といえばそうっすね。はい、できました。半分だけね、ソースなし。半分ソース付きで食べたいと思います。はい、はい、お好み焼きたんで食べたいと思います。いただきまーす。半分ね、うどん、鍋のうどんやから、面白くない。はい。ということでね、半分ソースね、かけてないのはね、もともと鍋の味ついてるから、うん。十分おいしい。すごい出汁が出ててね、十分おいしいよ。うん。お肉が欲しいところ、豚肉が欲しいところやけどね、豚肉なかった。冷凍してあるから、解凍してないから、使えへんかって。そして韓国と中国の首脳会談が11日に行われました。ムンジェイン大統領が来月中に、お芋さんのねっとりがね、山芋みたい、お好みに山芋入れたらねっとりして美味しいんだけど、そんな感じ、ねっとりしててね、交換のために努力する、もし都合がつかず行けなかったら交換級代表団を派遣するという情報がありました。ピョンさんは、韓国は今経済的に非常に苦しい、中国の関係改善を待ってました。それから山津、絶対に朝鮮半島で戦争、チーズとかあるわ。そしては中国を引き込むことでアメリカに対して軍事行動を起こす。じゃあソースかかったと食べてみましょう。媒介としてアメリカをストップするという狙いだと言います。日米関係言いますと見当たるんですよね。やっぱりソースかかった美味しい。さらにだんだん何もないところからチーズのところからって順番に食べていったけど、ソースかかってチーズかかったところ一番美味しい、やっぱり。日米韓の安全保障協力を軍事同盟に発展させないという国なんですよ。これでですね、鍋のこういうね残りで十分ね美味しくなる。だからお鍋の翌日、お鍋のスープが出汁が残ってたとか、それでお好み作ってもいいし、具残ってればそれでいいし、うどんの残りでもいいし、お好みってお好みの通り好きに作ったらね、いいもんなんで、お好みにセオリーはないってあちゃん思ってんね、だから、名前の通りね、お好みに作ってください。はい、お肉がないのが物足らんけどね。おいしいね。キャベツ入れてよかった。キャベツのこの食感がいいね。やっぱりこれがなかったらお好みじゃないな。観光客も今一番の中国ですね。私数年前韓国から釜山の最終国の中国人観光客がいらっしゃる。今は韓国ではないけどね。そういうことを考えますとね、早く中国に戻したいと気持ちも分からないわけになりますね。大変なことになるわけですね。中国の人ですね。この状況を北朝鮮がどう見てるのかということですよね。トランプさんがわざわざ最長10日間のアジアで行って、でも、うまく当てられないですから、めっちゃ残り物でね、適当に作ったけど、うどんのお好み焼き美味しいよ。大相撲九州場所で初日から休場している平幕の高野岩をめぐり、横綱春馬富士が頭蓋底骨の骨折などを負わせていた疑いが強まりました。相撲関係者の話によりますと、先月下旬、横綱春馬富士が巡業先の鳥取で、
モンゴル出身の力士らを集めて親睦会を開催。その際に平幕の鷹の岩に対しビール瓶で頭部を殴打した疑いが持たれています。鷹の岩は頭蓋底骨の骨折などで全治2週間の診断を受け、九州場所を初日から休場しています。これを受け春馬富士は今朝取材に応じました。鷹の岩の春馬富士と伊勢ヶ濱親方は鷹の岩が所属する鷹の花部屋へ謝罪に向かいました。その春馬富士は相撲協会に今日付で休場を届け出ました。各界を揺るがしかねない春馬富士の暴行疑惑、この後最新情報をお伝えします。やっとロースハムでやけど、ロースハムとかも美味しいよ。豚肉ほど香ばしさはないけど、ロースハムのあのコクコクっていうのスモーク加減がすごい合う。ロースハムのお好み焼きね、かっこいいもし、やってみよう。プレミアムにどうぞ。お芋のもちもち感が美味しいな。お腹いっぱいできない。美味しいけどね。足はだるい。横綱春馬富士後輩力士の暴行業務を認めました。急増ということになってしまいました。お客さんです。東京相撲記者クラブ会長の山崎寛さんです。はい、よろしくお願いします。2人に何があったのかということなんですけれども、改めて第70代の横綱春馬富士さんの写真です。前橋の1枚目、暴行業務が伝えられていたんですけど、それを今日認めたかったと思いました。はい、モンゴル出身の麦茶です今日は。朝からね、朝ごはん遅かったから余計かもわからんけど、中がいっぱいになってきたよ。私、先ほどから暴行を認めたと言ってましたけど、そうじゃないらしいです。暴行を認めたわけではないです。ただ、謝罪をしたということでしょうか。うん。おいしい。ということらしいです。まあね、うどん、お好み焼きにうどん合うからね。野田焼き？お好みの上に焼きそば乗るやつ。あれ、うどんでやるとおいしいね。だから、お好み焼きにうどんは合うねんけどね。まあね、中にうどん入れるっていうのもありです。はい。
でね、もうそろそろ中がでも買って食べへんだら今とか入るから、お好み結構腹持ち悪いから、うん、ね、ということでね、この辺でちょっと残るけども、うん、お昼ご飯この辺で終わりにしてちょっとゆっくりしたい。なんかちょっと疲れた、うん、ね、うん、まあそんな日もあります。雨やしね。ただうん、お買い物行かなあかんねん、地元やけど、うん、トイレットペーパーとあと洗剤と、洗剤買うのね、車内からいいけど、あと何やったっけ、ボディーソープも買ってきたな、あといろいろ買ってきたのもいっぱいあるね。だからうん、もう一回明日のパンと、うん、忘れたあかんもんがいっぱいあるんだけどね、もう車と肉がめんどくさい。荷物がなかったらなぁ、もう手で持てるもんやったらそこまでいいんだけど、2キロぐらいあんねんね、あの東洋薬局まで、でそこまで2キロ行って2キロ荷物持って帰るって辛い。やっぱりそういったらもう1キロぐらいの方が車あるから遠に行って、でもマジか、スーパーとかね、コンビニぐらいやったらもう歩いた方が楽やねんけどと思うんだけど、まあちょっとゆっくりして考えましょう。夕方でもいいしね、あんまり遅なると車入れなりやからやけど、まあまあちょっと考えよう。ちょっと今日疲れたから、うん、15分 CS 出します。はい、ということでこの後15分間ゆっくりしてお昼のセッション撮っていきたいと思います。はい、朝一ね、もう本当のこうやって、パターンを生み出せられると本当一日テンション上がらへんねんけどね、こんなことしとったからね、みんなの前ではテンション上げて頑張っていきます。はい、ということでね、テンション上げる前に一回シエスタします。では、ね、一旦 CM です。じゃあは一旦シエスタです。